皆さんどうもこんにちは、ジヤマです。ジヤマのマインクラフト2022、本日もやっていきたいと思います。前回ですね、こちら後ろにありますゴーレントラップになっているんですが、こちらね、ちょっと上の方がちょっと寂しいなーなんて思いまして、上の方をねまた新しくね、いい感じに初期リスの装飾とね合わせるようなイメージで、こちらの方にも作っていきました。だいぶね、でも結構いかつめになったというかね、なんかそういうところもあるんですが、まあね、この今後街道を作っていく中で、やっぱね、無機質なゴーレムトラップがね、ポツンとあるよりかはね、まだ全然いいかなと思うのでね、非常にいい建築ができたんじゃないかなと思っております。そしてですね、こちら、前回の動画見てないよっていう方ね、ぜひ見ていただきたいなと思います。ということでね、今回は何をしていきたいかと言いますと、まあね、ここのところやっぱ建築だったりとか、やっぱね、この初期リス周辺の何かしらの作業であったりとかっていうのはね、ずっと続いているということもあるので、今回ね、久々にちょっと冒険に行きたいなということで、海底神殿のね、攻略しに行きたいと思います。ということで本日もやっていきましょう。ジーヤマのマインクラフト2022。さあ、ということで、今回ね、海底神殿攻略の方行きたいなと思っているんですが、以前ね、海底神殿の地図を村の方の静塚さんとね、交易いたしましてね、手に入れていたので、そこをね、目指していきたいなと思っているんですけども、ね、他にもね、その海底神殿攻略に向けた準備をまずね、していきたいと思いますので、一旦ね、村の方に行きたいと思います。それでは、せーの、じゃん！はい、ということでね、村の方にやってまいりました。で、ここでですね、海底神殿攻略に向けてポーションをね、作っていきたいと思います。ということで、まずは今回必要なね、ポーションっていうのが安心のポーションと水中呼吸のポーション、この2種類になっております。まずね、こちらに水入り瓶をセットいたしまして、ここに、ネザーウォートね、一つ入れます。するとこういう形でね、奇妙なポーションというものになりまして、ここにですね、さらに金の人参をね、入れていきます。これでですね、安心のポーション安心3分というのがね、完成いたしました。さらにここからレッドストーンダストをね、一つ入れてあげることで時間延長ができるということで入れておきます。はい、ということで安心のポーションがね、安心8分ということで時間が延長されました。これを持ってね、海底神殿の攻略の方行きたいと思います。続いてはね、こちらまた水の瓶をセットいたしまして、続いてね、水中呼吸を作っていきたいと思います。ということで、先ほどと同じようにネザーウォートをまず入れます。さあ、ということで奇妙なポーションになったところで、ここにですね、フグを入れることで、水中呼吸になるということで見ていきましょう。はい、ということでこちら水中呼吸3分がね、できました。これでね、先ほどと同じようにレッドストーンダストを入れてあげて時間をさらに延長させたいと思います。はい、ということで水中呼吸8分がね、完成いたしました。安心のポーション8分と水中呼吸8分、これ2種類を3本ずつ持ってね、海底神殿の攻略を迎えたいと思います。ジーヤマのマインクラフト2022。はい、というわけでね、こちら初期リスの方に戻ってまいりまして、ここからですね、この地図を持って、方角的にはこちらの北西方面ですね。なので右側が一番でっかい最大サイズのね、以前作ったマップになっておりまして、左側ですね、海洋探検家の地図ということで、この2つをね、見ながら海底神殿を目指していきたいと思います。それでは行きましょう。というわけでね、今回久々のほんまに冒険ということで、海底神殿ね、行くんですけども、まあ、前シーズンはですね、この海底神殿を攻略いたしまして、その後ね、まあ、水抜きをしたりとか整地をしたり、そしてガーディアントラップを作ったりとか、いろいろねやっていきまして、非常にかなりね、時間もかけつつ面白い感じで作っていったんですけども、今回はね、また今シーズンはまたね、どうなっていくのかちょっと分かりませんけども、余裕があればまたね、その作業もまたやっていきたいなと思ってるんですけど、あれがね、でもね、めちゃくちゃ大変で、水抜き作業とかね、もうほんまなんか、なんやろ、
業をやっているような感覚になるというかね、うん、非常に精神的になんかこう疲れるというかね、単調作業であったりとか、まあ、そのおかげでですね、まあこう整地とかもね結構やり慣れると言いますか、まあ苦手意識はね若干あれのおかげでなくなったなっていうのはあるんですけど、やっぱりねめんどくさいものはめんどくさいということもあるんでね、なんかこう何とも言えない感じではあるんですが、なんかここすごい地形やな、なんやここ、こっち方面ねここまで来るの初めてなので、どういうものが広がっているかっていうのがねちょっと知らないんですけど、なんか近くに海なさそうやもんな、なんかちょっと遠そうな感じですよね、なんか思いっきり川やもん、船持ってこればよかったな、ちょっとミスったの、船作るか。 OK ということで筆をね作ってみました。これで川をこう行きながらねちょっと斜めに向かっていきたいと思います。いやでもこの川も幅がめっちゃ広くてなんかすごいな、え、もう終わり、もしかしてせっかく船作ったのに、ジーヤマのマインクラフト2022。あ、何あれ、あ、雪や、雪来た、うわ、こんなところに雪原がある、うわ、すげえ、これあれか、雪や、やばい、危ねえ、雪ブロックや、これシルクタッチじゃないと取れへんのか、これシルクタッチでもちゃうんか、バケツか、バケツじゃないと確か救えへんのやったっけ、わあ今バケツないな、鉄やったらめっちゃあるの、あ、キツネさんだ、白いキツネ発見しました。こういうキツネって雪埋もれたりせえへんのか、あ、潜っていってんな、あ、でも大丈夫なんや、キツネはちゃんとこうやって沈まんと上ちゃんと歩けるっていうのもね今わかりましたね、わ、しかもここ下またごっつい洞窟になっとんじゃん、うわーやば、うわー、今度またバケツ持ってきて雪玉ちょっと取りに行きたいな、怖、でも沈んで落ちた先が洞窟でとかなったらねシャレならないんで、ちょっと今回はねちょっと座標だけね一旦見といてっていう形にしときましょうか。うわ、村や、おい、村があった、マジかよ、おー村、そんなに大きい村ではなさそうですけどね、うわ荒廃したポータルがこんなところにあるやん、おい、うわー、また新しいレコードをゲットできるかっていうチャンスがやってきましたね、頼む、開けます、せーの、うわ微妙、いらんわ、ということでね、このまま次の、海底神殿目指していきたいと思います。ジーヤマのマインクラフト2022。お、読み込まれてきましたね。ってことはもうそろそろやな。もう来るぞ。いや、来た。来ました、海底神殿。うおー。うわー。呪われた。さ、牛乳とかも全然準備してなかったね。忘れとった。さ、ということで、海底神殿の方ね、やってまいりましたけども。ここで、一旦ちょっとリスチ設定できるかな。あ、リスポンス出てきましたね。よし、それではね、安心のポーションと水中呼吸のポーション飲んで海底神殿攻略迎えたいと思います。それでは、おー、おい、それでは行きましょう、ガーン、正面からね行きたいと思います。あれ、あ、上か。さ、ということで今シーズン初の海底神殿攻略でございますけども、ここは行き止まりか？あ、こっちか。確かこの辺ってなんか一匹ぐらいおらんかったっけ？うおー、助かった。バカ野郎。おら。うえーし。けー、一匹討伐完了。今のがね、エルダーガーディアンで、残りね、合計3体いるということで、あと残り2体を倒すというのがミッションなんですね。で、ある程度ね、場所は
予測ついてるんで、そこに向かい、いましたね。早速2体目。もう言って、やっぱね、この辺もやっぱ慣れたもんなんで。行って。おら。おら、おら、おら。おら。しゃ。余裕やな。めっちゃ余裕。と残り1体。多分ね、あの中心部分にいると思うんで、そこをね、見つけることができれば、倒せると思うんですけど、その場所がね、どこなんだっていう、どうやって行けばいいんだっていうね、ところなんですけど。どっから行ったらいいの？ここはじゃあの、上か？さっき来たとこか？ここではない。ここでもないな。一旦戻りたいな。海底神殿もやっぱいろんな形があるんだろうなっていうのがね、この感じでもわかりますね。この上怪しい。あ、おった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 おら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 。オッケー、討伐完了いたしました。ということで、これにてね、めちゃくちゃ楽勝でいきましたね。ゴリ押しに近い形ですけど、あとはね、もうちょっと一番上の部分ですね、あれが採掘速度低下の呪いがついてるんで、全然ね、もう掘れないんですよね。うん、なのでこの間にまあ本地部屋を探したいなと思ってるんですけど、それを探すにしてもやっぱ掘れた方がええよ。掘れへんのきつい、探すのむずいもん。そうなんで、ここはね、中心部分に金ブロックが埋まっているので、ここもね、また回収したいと思いますし、どうするべきやろ。牛乳があればね、この辺のやつ全部解除できるんで、あれなんですけど、そのこと忘れてましたね、完全に。なのでこの辺とかなんかないんかな。あ、ここ最後のボスのところ、なんかこの辺とかありそうや。この辺掘っていけばなんかありそうな気がする。あ、もう採掘速度低下切れますね。これが切れたらもうこっちのもん OK。まあこういう感じで、ここ掘ったらちょっと怪しいなって思ってるんですよね。スポンジ部屋がないか探していきます。ここの金ブロックいただいていきましょうか。もう合計8個も入ってるんだよ、すごいな。あ、切れた。2本目いきます。 OK。 おっ、雷。ちょっと待ってくれよ、出口どこや。雷がめっちゃ鳴ってる。出口どこか、ここ抜けていくか。水の中でも寝れるん？うわ、いって、今水中の中で寝ましたね。寝れるんや、知らんかった。へぇ、ジーヤマのマインクラフト2022。はい、ということでですね、今回は海底神殿攻略をしていきました。ただですね、ちょっと、スポンジ部屋を探したんですけども、ちょっと、見当たらないというところで、またね、もしスポンジが欲しいとなった時、また違う海底神殿をね、探して、また攻略してね、やっていきたいなと思っております。ということでね、この動画ちょっとでも面白いよとか、思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価の方もね、よろしくお願いいたします。ということで今回ね、この辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。